の。よし村さん、はい、ご無沙汰します。はい、久しぶりです。すみません。急遽来ていただいて。とんでもないです。というのはね、はい、今回、はい、高卒ルーキーの育成投手、うん、結構僕らジャイアンツ球場行ってるんですよ。うん、素晴らしいピッチャーいっぱいいるんです。心の底から言ってますから楽しみ。なんでこんなピッチャー一球取れるの？ポーチ、プロ野球チャンネル、どうですか？まあ、ジャイアンツが今こういう状況だからってわけじゃないですよ。うん、いやでもその、はい、こういう状況に関わらずやね、うん、将来有望な選手をこう巨人ファンに見せるっていうのはいいことじゃないですか。はい、そうなんです。うん、楽しみ。多分村さん、俺も2軍の試合に投げてないピッチャーは、はい、ごめん、見てないから。そうですよね。うん、なかなか足を運ぶ機会ないなと思って、うん、ちょっと高卒、うん、1年目、うん、2年目限定で。うん、へー。うん、楽しみ。ちょっと3年目の伸ばしちゃうと、あと大卒伸ばしちゃうと、キリがなくなるので、うん、限定でちょっと持ってきましたんで、見てみましょう。ぜひ見てもらいたい。はい、どうですか？まずはじゃあ、田村智樹投手。はい、158キロワンス。たまたまだと思うけど、ね。でも体いいよね。体いいですね。はい。今のいい球。高卒1年目です。ね。はい。うん、ちょっと今開いてシュートが、うん、ジョージ、ね、150キロ出てるんだよ、本当はね。村さんに最初田村っていういいんですよって言ったら嘘って言ったんですよ。今驚いております。おー、カーブすっかり曲がるんよね。最初の初登板が150キロだったんですよ。へー。そう でもこの選手、うん、すごく考えて練習するんですよ。今なんてもう高校の時からね、体重なんかも17、18キロぐらい増えて、それがやっとピッチングに出るようになってきたんです。でも筋肉の質かどうかは分からんけど、体自体はええもんね。まだ、はい、筋肉が強いかどうかはまだ、カーブしっかり曲がる。ターニーとリンコーチ曰く、まだ弱いんですって。フィジカルがすごく弱いんですって。ね、うん、でもほら、でも18歳、19歳かな、なったんかな。はい、うん、体を鍛えて、体が鍛えるイコールバランスが安定するってことは、生育良くなることや。はい。そうすると、可能性感じるよね、すごいね。154ですよ。角度もある。背が大きいけど手も長い。はい。バッターが近く感じるから。うん、 うん、 うん、 うん、うん。まあ、スピードが安定に速く感じる。俺昔したら、ランディ・ジョーソンの打席だった時に。はい。あ、そっか、叩いてます、ね。日米で。はい。みたいな。もう明らかにそんなのやってきてないと思うよ。140、怖い。はい、はい。140何キロだと思う。はい、すっごい速く感じたよ。ひゅって、ドーン！はい。かなりさ、でかいですもんね。うん。脳もそうやと、がもっとバッターに近づいてくる感じですね。田村投手もよりバッターに近いところで、この形はしっかりしてるんです。これが少しでもずれたら、僕ダメなんですっていう。だからそれがまだ体ができてないと、ずれちゃうんだよね。うん、そうですよね。うん。あ、すごいね。今なんで開いてるの、ね、こういうピッチャーいるんですよ。いるんだ。でもね、焦らんくてやと思う。19歳でしょ、はい、もう、今年なんか本当ずっと頑張って来年に2軍の試合投げて1軍はもう再来年ぐらいに見せといたもんね。ああ、再来年ですか。うん、そう、僕マンデーホーチだ、来年来いっつって。ああ、そうそうそう。先生1軍見てるから。ああ、そうなんですよ。やっぱり体ができてないと、俺、はい、1軍行ったらやっぱ連投もあるから、パンクってあるからさ。ね、はいはいはい、はい、まあ2軍で例えば30試合投げてボールと1点で出すとかさ、うんうんうん、ホップステップジャブなの、秋色見てよ。いや、そう、でも桑田真澄さんって。いや、そう。だから彼ドラフト1位やんか。でも彼だって、ずっと2軍スタートで、夏まで2軍やったよ。で、2軍でビシビシ抑えて、やっと、マウンを喫して1軍行った感じ。体強かったんですか、最初。彼も1年目から体強かったから。別格やから。でも150は出てなかったですね。出てない、出てない。もう1年目からもうまとまっているって感じやね。こんな速さないよ。田村投手もね、でもね、コントロール悪くないんですよ、全然。うん、そして、さっきから、まっすぐと、カーブしかないじゃないですか。今いろいろ投げるじゃないですか。でもこれが今なら投げなくていいよ、はい、来年とかでも体ができて、あとフォークが覚えたらすごい楽しいんだよね。そうですよね。オリックスの山下俊平、山下君みたいになる可能性があるよね、はいはい、どうですか。本当やね、思ってるゾーン内、まあ、ゾーン内で暴れてるけどゾーン内来るもんね。楽しみだ、楽しみ。心の底から言ってますか、楽しみ。いいねや。そうなんですよ。いや、これはピッチングコーチ教えがあるんじゃない、すごい楽しみにしてると思う、ピッチングコーチも。三軍の投手コーチ、杉内投手コーチ。そして、矢貫投手コーチ。また違う角度から教えますし、杉内投手コーチなんてもう経験ありますから。教えがいがあるんじゃないの、うん。
で、まあ、あのカーブあれだけ曲がると、うん、追い込んでから空振りとか取れやすいかもしれない。これでカウント取るって難しい。取れますよ。なんだ、うん、たまたま入ったけどさ。ね、あの、まあ、小さなスライダーも覚えて、カウントを整える、はい、ちょっと変化を覚えたらさ。はい。ねえ、こんな人いるんだ。追い込んできるんだ。そうなんですよ。どうですか？なんでこんなピッチャー育成で取れるの？育成にいるの？そうなんや。そうなんですよ。すごいね。いや、スカウトの目ですよ、それは。ねえ、いや、余ってたってことがすごいなと思ってさ。そうですね。うん、要するに取られちゃうじゃん。これだけボールが速いと。まあだから、この映像が、うん、4月なんですよ、うん。要するに入ったばっかの初登板なんですよ。さっきまでのが、つい最近の上部大、8月26日なんですよ。こっちが。背番号違うで。あ、これね、ユニフォーム忘れたんですよ。なんでそれ。俺なんで背番号違うの。そういうところもある楽しい子なんですよ。いや、さっきの映像見てもらったらよかったのは、上半身だけで、うんがって投げてたんです、最初、うん。だけど今は、時を経て、下半身から投げる、常時投げるようになったということをお伝えしたかったと。どうですか？おー、いや、ほんと楽しみよね。オリックス何位？ 2位。2位です。1位じゃないんだ。1位松井だもんね。そうなんです。村さん、まだまだいますから、次行っていいですか？もう行く？いいですか？もう早いね、行くのはね。あ、早いですか？まだ喋りたいですか？田村。いや、もうちょっと見たいなと思って。あ、ほんですか？うん。すみません、すみません、僕がちょっと。せっかく。もっと見てます。はい。いや、まだいるんですよ。へぇー、はい。こんなこと言うんだ。覚えとこう。田村。田村智樹です。面白いね。はい。今、日本にビシバシ掘ってんじゃないの？今ですか？今、来年ですか？来年ですか？体がね、まだフィジカル弱いっていうので。そうなんです。それは一軍は連投とかあるから、パングしちゃうのよ。うん、やっぱ緊張するし。ここで京本投手に変わりました。ああ。こちら0-1。京本、俺今日知ってるよ。ね。2年目です。ね、京本は。はい。京本は知ってる。なんで知ってるんですか？投げてるじゃん、イースターの記録。あ、そうですね、うん。はい。こうですよ。うん。はい。実際、今年の7月末で、支配下登録。うん。の候補、第一候補でしたね。ヒット候補です、育成の。2分で出るのないぐらいなきゃいけないよ。今年、ここに入れておきます。ちょっと数字を出してほしい、ね。数字は入れておきます。やっぱり投げた試合数と防御率ぐらい出してほしいね。そうですね。ファンの人も、はい。やっぱり野球で数字との戦いやから。はい。で、いいよいいよ、でも5点台ぐらいじゃさ、あんまりよくない試合になるじゃん。おぉ、2点だよ、立派、立派。ずっともう2点台前半できた。最近ちょっと。2点だよ、立派よ。見るたび点取られてないもんね。どっち先発中継ぎ用意してます、ね、先発です。中継ぎも最初から先発やった最初から先発です。もう先発で育ててます。190センチあるんだよね。うん、なんかでかいな。大きいイコール角度があるからね。角度ありますよね。軸はまっすぐカーブと。変化球はね、いろいろ持ってます。うん、本当器用ですね。で、顔が、坂本勇人選手に似てるんです。イケメンな。イケメンな。本当に間違えたんです、僕。オーバーな話がさ、YouTube 増やしてから、やっぱ話がさ、オーバーなってきてる。本当です。視聴者の皆さんもさ、そう思ってる。まあ、話は大きいほうが面白いとはよく言うけどね。今、多分編集で並べてくれてますよ、顔。あ、本当。はい。編集の量増やしてますけど、今。どうですか？150前後か。後半150近くまで普通に投げるようになってきます、うんうん。あとやっぱりよくよく心配なのは、はい、30球ぐらいまでいける、50球ぐらいガクンと落ちる。なおえなんかも買いそうじゃん。はい、それと146、156でも。で、3回ぐらい、4回になったらもう140キロぐらいになる。やっぱ肩のタフさっていうのが非常に大事になってくるから。うんうん、さあいきます。次はルシアーノ投手という。うん、力強いよね。はい。喉から手が出るほど欲しいよね、一度のピッチャーはね。楽しみなピッチャーやもんね。角度があって。1年目のトルネードってやつ。トルネードじゃん。支配下で入団なんですよね。はい。なんですが。ちょっとびっくりしたね。